フィギュアスケートの世界選手権は23日、フランスモンペリエでペアのショートプログラムがあり、北京冬季オリンピック日本勢初入賞の7位に入った三浦璃来、木原龍一組、木下グループは、スロージャンプでミスがあったものの、71.58 点で3位につけた。76.88 点で首位のアレクサ・クニエリム、ブランドン・フレイジャー組、米国と 5.30 点差となった。世界選手権で、いくつかミスがありながらの SP3 位。大変喜ばしいことです。高橋成美、マービン・トラン組以来久々の世界クラスのペア、同時にそのお二人が残した、日本ペア最高位の銅メダル以上を狙える位置にいます。失うものは何もありません。フリーでも、お二人のベストを尽くし、その先に、銅より輝くメダルを胸に表彰台に立てていたら、良いですね。アイスダンスの村元、高橋組、小松原夫妻組同様、まだ真のトップ組とは、細かい部分での差はありますが、それはまだまだ上を目指せる、伸び台はあるとも言えます。国内リンク事情で当面は、ペア、ダンス組は、まともな練習が叶いませんが、この方々が改めて世界レベルでの演技を続ければ、次世代の出場枠や、ペアやダンスをやりたい、やらせてみようという選手やコーチも増えて、メジャーなものになっていけばと思います。74.45 点の自己ベストをマークした、北京五輪の団体 SP に比べ、技術面では、スロージャンプの他にも、リフトや、男性を軸に女性が、コンパスのように弧を描く、デススパイラルで、最高評価を得られなかった。それでも二人は、しっとりとしたナンバーである、ハレルヤの世界を、しっかりと表情に描いた。表現面など5項目を評価する演技構成点、40点満点、は、自己ベストを更新し、全体でもトップの 35.15 点。木原は、演技構成点が高いことに、僕もびっくりしていると驚いた。来季はプログラムを変更する予定で、三浦は最後のハレルヤとして、二人とも笑顔で終われたのは良かった、とはにかんだ。SP は3位発進となり、日本勢10年ぶりのメダルは十分に視界に捉えている。だが、りくりゅうの姿勢はこれまでと変わらない。とにかく毎試合ごと試合、過去の自分たちに勝つことをテーマにしていると木原。躍進し続けた今季を締めくくるにふさわしい演技をフリーでも披露する。翌日に行われるフリースケーティング FS には全組が進出し、フリーの演技で獲得したスコアから最終順位が決定する。今まで国別対抗戦でペアの得点がもう少しあればという時代が続いていましたが、やっと世界と戦えるペアが誕生しましたね。これからも一つでも上のランクに行けるよう応援しています。楽しみにしていますよ。ワクワクするファンと期待のコメント。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。